ロジャー・シャーマン・ホアーは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の政治家、小説家、司法長官補佐も務め、またラルフ・ミルン・ファーリーのペンネームで、いくつもの SF 小説も執筆した。ロジャー・シャーマン・ホアーは、ニューイングランドの名家に連なり、シャーマン・ホアーの息子、元アメリカ合衆国司法長官エベニーザー、ロックウッド・ホアーの孫、合衆国建国の立役者の一人である。 ロジャー・シャーマンの夜叉子として生まれた。ハーバード大学で教育を受け、雇用者失業者手当法の制定に反対する主流派に属し、またコミッション2コンパイルインフォメーションデータの一員でもあった。数学や工学の指導を行い、大法の標準を星々へ向けるシステムの特許を取得し、合衆国憲法や特許法に関する重要な著書を記した。アは、 ラルフ・ミルン・ファーリーのペンネームを使い、SF 小説の執筆も言った。対戦中には、アーゴシー氏をはじめ、ビアード・テイルズ、トゥルー・ギャング・ライフ氏、アメージング・ストーリーズなど、パルプマガジンに多くの作品を発表し、また、ザ・アメリカン・マーキュリー氏、サイエンティフィック・アメリカンや、SF ファン人においていくつかのエッセイを掲載した。キンを舞台とした、ザ・ラジオマンシリーズをはじめ、 彼の作品は、親しい友人でもあった作家エドガー・ライス・バローズの伝統を組み、冒険譚を主としている。短編集ザ・オムニバス・オブ・タイムや短編、快楽の館など、今日のタイムパラドックステーマの原型とも言える作品を、残し、ウィアード・テイルズでの初出以来、造反を重ねている。日本語には、液体インベーダーや蒸気、快楽の館など、 カーリー名義での中短編が何作か翻訳されている。ラジオマンシリーズ長編短編集、ありがとうございます。